Hallo. Willkommen zurück zum finalen Kampf gegen Serb. Oh, Multiform. Masenko ist echt gut. Die Hupe macht alles kaputt. Osobi wa mou owari de. どうだ、地球どころか太陽系すべてが吹き飛ぶほどの気力だぞ。いや、das ist ein bisschen Bullshit, was er redet, glaube ich.So, Gohan, als ich klein war, habe ich mal ein Kamehameha mit meinen Füßen abgefeuert. Dann kannst du das auch mit einer Hand. Das ist eine Ki-Attacke, da braucht man keine Hände zu. Wie wär's, wenn ihn jemand aufhält? Dann halt nicht.
すげえ、本当にすごかったぞご飯、やったな。信じられねえよ、助かったんだ俺たちは。すぐにデンデのところに連れてってやるぞ。センズがなくてもあいつに触ってもらえばバッチリだ。Ja, und wir müssen Trunks wieder beleben. Yoshi, Iko! Nimmt jemand Vegeta mit? Teo kaste also, Vegeta. Yoke na osewa da! Katte ni ike! Kisama no tasuke nado iran! Suka. Kanzen ni yarareta!あいつら親子に。くそ、カカロットめ、あんな死に方しやがって。俺はもう戦わん。Nein, das ist nicht. Würde noch lange nicht sein. なんだったんだ、あいつらは。ミスターサタ、一体シェルはどこに？え？さあ、セルは、私が倒しちゃったかな。え？ああ、あいつらがつまらん光の玉のトリックでダラダラやってたもんだから。イライラした私がいい加減にしろっつって、ビシッとセルをぶっ飛ばしてやったのだ。はあ、他の連中は？わ、私に礼を言って帰っていったよ。す、素晴らしい。で、では地球はセルの魔の手から救われたのですね。そういうことだ。お聞きになりましたか、世界の皆さん。地球は救われたのです。ミスターサタンのおかげで。Hat er gut gemacht. Ja, okay. Ja, gut. Heil Satan und so. ここは神様の神殿だよ。大丈夫だ。完全体になったセルはご飯が倒した。ご飯が？そうだ、とんでもねえ強さだぞ。お前が暴れたって全然無駄だ。クリリンに礼を言うんだな。セルから吐き出されたお前を懸命にかばった。うん、いや、ただなんとなく放っておくわけには。あ、そうか、わかった。クリリンさん18号好きなんだ。はっきり言うな。ふざけるんじゃないよ。手でも握ってほしいのか、チビのおっさん。あの野郎、助けてもらってなんだあの態度は。ぶっ飛ばされんぞ。お前には無理だ。そんなことより、早くドラゴンボールでトランクスや殺された人間たちを生き返らせるのが先決だ。そうだな。なぜ急に暗く。Dreh dich mal um. なんだあれは。セルに殺された人たちを生き返らせてあげてください。たやすいことだ。
こは。やったやはり孫悟空の気は感じられない。Habt ihr auch einmal zurückgewünscht。二つ目の願いを言え。孫悟空を何とか生き返らせることはできませんか。それは不可能だ。孫悟空はすでに死んで生き返ったことがある。他の願いを言え。やっぱり不可能だってよ。いや、きっと何かいい方法があるはずだ。考えろ。みんな、悟空だ。悟空？あの世から喋ってんだけど、ちょっと聞いてくれ。メイにブルマから言われたことがあんだ。このオーラが悪い奴らを引きつけてるんだってな。考えてみた。確かにそうだろ。だからオラがいねえ方が地球は平和だって気がすんだ。別に犠牲になろうと思って言ってんじゃねえぞ。オラ地球を救ったりしたから特別扱いしてくれるんだってよ。普通は魂だけになっちまうんだけど、オラ体をつけてくれるってさ。 Das ist echt eine Sonderbehandlung。 それによ、あの世には過去の達人とかもいてさ、結構楽しめそうなんだ。だからよ、父やご飯には悪いけど、生き返らせてくんなくていいや。Ihr könntet aber Meister Kaio wiederbeleben。 ご飯はすでにオラよりしっかりしてるしな。そんなことないよ、お父さん。というわけだ。じゃあ、いつかおめえたちが死んじまったら、また会おうな。バイバイ。なんかあいつ死人のくせに明るいから、あんまり悲しくなかったな。どうした？早く二つ目の願いを言え。それとも願いがないのか？そうだった。しかしどうする？何を叶えてもらうんだ？シェンロン、人造人間の17号と18号を元の人間に戻してやってくれないか？それはできない。二人の人造人間は私の力を大きく超えている。やっぱりダメか。なんで17号まで。あいつは死んだんじゃねえのか。いや、一つ目の願いで17号も生き返っていて不思議ではない。じゃあせめて二人の体の中にある爆破装置を取り除いてやってくれないか。それならば可能だ。よし、二人の爆破装置は取り除いたぞ。ではさらばだ。 Tschüss Shenlong。 War wieder schön dich zu sehen。 Du hast viele Arme。クリリンさん、どうして今のような願いを。だってよ、かわいそうじゃねえか。体の中に爆弾があるなんてさ。なぜ17号の爆弾まで取ってやったんだ。18号にはやっぱ17号がさ、お似合いだろ。恋愛というやつらしいな。わからない。バーカ。え？17号と私は双子の兄弟だ。だからってその気になるなよ。爆弾のことだって感謝なんかしてないからな、タコ。Hätte so ruhig machen können。またな。おい、またな。なんつったってことは、
少しは希望が出てきたんじゃないか。さっぱりわからない。うん、嬉しいのも半分くらいかな。やっぱ悟空がいないと寂しいや。さて、俺はもう帰るとするか。チャオズが心配してるだろうしな。そうだな、俺たちも帰るか。トランクスさんはいつ未来へ立つのですか？今日一晩ぐっすり寝て明日立とうと思ってます。じゃあ明日見送りに行くよ。ピッコロさんはここで暮らしていくのですか？ああ、そのつもりだ。時々遊びに来てもいいですか？もちろんだ。じゃ、またね、ポッポさん、デンデ。本当に遊びに来てね。ウィーン。Und so verabschieden sich alle bis zum nächsten Tag. Oh, Otosan? Ah, Omae ga korosarete, soto atama ni kitan daro na, aitsu. Nari furi kamawazu, Seru ni mukatte ittan da. So desu ka? Otosan ga?Hat er gemacht. Und du brauchst dringend immer noch einen Haarschnitt. Ja, das ist keine schöne Nachricht, die man überbringen muss. Am nächsten Tag. Sore dewa.向こうでも頑張ってください。ご飯さん、俺頑張ります。ありがとうございました。どうか皆さんもお元気で。 Das war so ein schönes Happy End für Trunks. Und dann kam Dragon Ball Super. 気をつけるのよ。元気でな。またな。Aber wenn die Vermutungen richtig liegen, dann werden wir das eventuell als DLC irgendwann hier kriegen. Darum gehe ich noch nicht weiter drauf ein. Os, Ora Goku, Cell をやっつけて、やっと地球に平和を取り戻した。あれから7年も経ったけど、みんな元気にやってっか？ご飯もでっかくなったみてえだし、久しぶりにみんなと手合わせしてみてえな。次回ドラゴンボール Z 復活の魔人ブー世界の果てまで超決戦絶対遊んでくれよな。ガラクティシャショーダウン mit dem mächtigen 魔人ブー。 Ja, dann haben wir doch was, auf das wir uns beim nächsten Mal freuen können.Seit Trunks Rückkehr in die Zukunft sind ein paar Tage vergangen. Son Gohans Frisur veranlasste Chi-Chi zu einer Frage. Gohan-chan, mada sonna kakko de iru daka? Otosan ga shinde kara, chotto kangaeru koto ga atte. Gohan-chan ga sou iu nara shikata nei kendo, okka wa sonno furyou mitei na super saiyajin wa suki ja nei kara na. Gomen nasai, okasan.はあ、ごはんちゃんもいつの間にか大きくなってどんどん悟空さんに似てきただな。そうかな。まあしばらくはごはんちゃんの好きにするといいだ。でもちゃんと家では勉強もするだぞ。いいな。うん、ありがとう。What? とは言っても何をすればいいんだろう。ちょっとピッコロさんに相談してみようかな。Haben wir eine Zwischenepisode vor Bu? What? こんにちは。
Mann, du hast halt echt gezeigt, wer hier der Boss ist, was? Ich wusste ja, dass du stark bist, aber wow, du bist echt Son Gokus Kind. Wobei ich mich frage, wie viel stärker du sein könntest, wenn du etwas mehr trainieren würdest. Aber wahrscheinlich brauchst du gar kein Training. Es könnte noch mehr Schurken auftauchen. Vielleicht sollten wir zur Sicherheit weiter trainieren. Du bist einfach der Schlauste, Son Gohan. Aber ja, wir wissen nicht, was noch alles geschehen kann. Ich sollte trainieren, solange ich kann. Aber überanstreng dich nicht. Cell ist immerhin Geschichte. Arigato gozaimasu. Jara. Bis denn, du kannst jederzeit vorbeikommen. Ein neues Menü wurde zum Trainingsgelände hinzugefügt. Wir können wieder Dragon Balls sammeln. Wir können Nebenquests machen. Anscheinend gibt es neue. Wir haben da was. Wir haben Dragon Balls. Wir haben diverse Nebenquests. Okay, es gibt anscheinend eine Zwischenepisode. Dann haben wir doch auf jeden Fall was, was wir beim nächsten Mal machen können. Für heute soll das aber erstmal reichen. Wir haben Cell besiegt. Das ist die gute Tat des Tages gewesen. Halleluja. Das war nicht ohne. Ich war überrascht, wie OP Son Gohan direkt nach der Verwandlung war. Und auch der zweite Kampf war überraschend leicht. Ich glaube, wir haben uns gut vorbereitet gehabt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Dragon Ball Z Kakarot. Bis dahin und ciao. We'll be right back.